シャフトのしなりを使えるようになるためにということで、そのための効果的な練習方法を2つご紹介したいと思います。で、多くのゴルファーからしばしば質問されるんですけども、女子プロはなぜあんなに飛ぶんですかとか、小柄で華奢な方がよく飛ぶんですけどもどうしてですかっていうのを本当によく質問されます。答えは体をうまく使っているからですね。つまり多くのアマチュアゴルファーみたいに手打ち腕力だけで打つのではなくて、体をうまく使ってクラブそのシャフトをうまくしならせて、そのしなりでボールを捉えてる打ってるからなんですね。はい、ではそのシャフトのしなりを使ってうまくボールを捉えるその練習方法の2つのそのうちの1つ目から説明していきたいと思います。1つ目はこのインパクトバックのようなできる飛ばないクッション的なものが必要です。それともう一つはこのグニャグニャシャフトでよく使ってます、こういう柔らかいシャフトのアイアンがあればベストです。で、2つ目は皆さんこういうものがなくてもできるようなことも紹介しますので、まずこれから説明していきたいと思います。では今ここにインパクトバック叩くクッションのようなものです。で、このいつもフリーズで YouTube で上げてますグニャグニャシャフト、これでシャフトのしなりを使うっていうのはどういうことかと言いますと、しなり戻りで叩く、ちょっとやってみますね。ご覧いただきましたでしょうか。この大切なことは、左股関節前ぐらいに左脇から締まった左手がロックされてハンドファーストでシャフトのしなりでクラブヘッドがボールに向かっていく、この感覚、この感覚をこの柔らかいシャフトのレッスン道具用のアイアンでありドライバーで構わないんですけども、こう軽く叩いてやる。あまり強く叩くとシャフト折れちゃうので気をつけてください。この時に面がちゃんと整体してインパクトバックに向かってるっていう感覚が方向性を司る癖を作ります。ですからそれが非常に大切になってきます。ではもう一回だけやっていきます。このような感じです。では1つ目で、先ほどのグニャグニャシャフトのアイアンあるいはドライバーとかをお持ちでない方は多いと思うんですが、次はどなたでもできると思います。っていうのはタオルドリル、前回以前の YouTube で挙げたタオルドリル、これを応用します。バスタオルで構いませんので、これぐらいの長さの先を縛ってやってください。つまりこちら側がクラブヘッド側で、これをただ振って先ほどのこのクッション側になるインパクトバック、もちろんクッションでも構いません。これを叩いていきます。するとシャフトのしなりというものを感じることができる練習ができます。ではやっていきます。これ普通にグリップしていただいて、結構これタイミング取るのが大変なんですけども、このようにシャフトのしなりを感じるようにタオルのこの結んでいる部分が来るのを待てるかどうかで、今クッションを叩いてくださいと言いましたけども、何か壁のようなものがあっても結構です。壁のようなものをここで止めて叩く、このロックされるような、よくゴルフでレッスン書で書いてある左の壁って実はそういうことなんですけども、これ手でやるとかなりしんどいです。この柔らかいものを体で振ってやっていくということをしないと、シャフトのしなり、本来の求めているクラブの性能を生かすためのしなりというものはできにくいです。ぜひこの練習はやってみてください。はい、皆さんいかがでしたか。多くのゴルファーが本当に飛距離っていうのは求めてます。飛ぶとやっぱり楽しいですし、やはりその飛ぶということを求めてゴルフをされている方もたくさんおられます。で、間違っているのは腕力がないから飛ばないとか、腕力で飛ばすとか、それは間違っています。もちろん下半身の力はいるんですけども、体をうまく使っていかに最先端の道具のこのシャフトをうまくしならせるか、そしてしなりを体感するか、
例えばこの今うにゃうにゃシャフトのアイアンでインパクトバックを叩くのも、あ、こういうことか、これがわからない限りは絶対にボールを打てません。ですからこういう道具も必要ですけども、タオル素振り、あるいはタオルをぐにゃぐにゃシャフトに見立てて壁を叩く、クッションを叩く、それを続けることで、あ、シャフトというのはこのように使ってボールを打つもんだなっていうのは体感できます。で、体が分かり頭が分からないと絶対にそこには進んでいきませんので、これを練習としてやってもらえると必ず柔らかいスイング、脱力した腕力ではないスイング、見た目にも綺麗なリズムのいい、本当に女子プロが柔らかいスイングで飛ばしてます、ああいうスイングができるようになります。もちろんそのためにはいつも言ってますけども、ストレッチが大切です。体の柔軟性を使って、最初に言いましたけども、体を使ってシャフトをしならせるんです、腕力でしならせるんではないんです。だから体の動きが大事、そしてこういう体験、シャフトをしならせる体感をしてスイングしてボールに対峙していく、そういう練習をぜひやってください。そしたらどなたでも飛距離であったり、皆さんが求められている柔らかいスイングというのは手に入ると思いますし、できると思います。はい、では今日の動画が良ければ高評価、チャンネルご登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してLet's go!